あとボルドンはトリニダード・トバゴ出身のモトリク競技選手でトバゴの弾丸の異名を持つ4つのオリンピックのメダルを獲得したポートオブスペインに生まれ14歳の時アメリカに移りサッカー選手となったそこで彼のスプリントの才能が見出され1990年代前半にサッカーをやめた1992年バルセロナオリンピックの トリニダード・トバゴ代表に選ばれ、その後世界ジュニア選手権で100メートルと200メートルの優勝を果たした。1995年世界選手権で100メートルの銅メダルを獲得。これが初めての国際大会でのメダルとなった。1996年アトランタオリンピックでも再び100メートルと200メートルで銅メダルを獲得している。1997年世界。 陸上競技選手権大会では200メートルで優勝している。これは世界選手権でのトリニダード・トバゴ初の優勝であった。1998年、マレーシアのクアラルンプールで行われたコモンウェルス・ゲームズの100メートルで9秒88のタイムをマークし、ナミビアのフランク・フレデリクス、バルバドスのオバデレ・トンプソンを抑え優勝を果たした。 1999年は100メートルで9秒86を2回マークするなど好調だったが故障により世界選手権には参加できなかった2000年シドニーオリンピックでは100メートルで銀メダル200メートルで銅メダルを獲得した2001年にエフェドリンの検査で陽性となり警告を受けたが出場停止処分にはならなかったボルドーン側は エフェドリンの摂取は風邪薬によるものだと主張した。2001年世界選手権では100メートルで4位に入り、400メートルリレーは3位となった。しかし、2005年になって、アメリカのティム・モンゴメリのドーピング仕様が発覚し、100メートルの順位が繰り上がって3位となった。ボルドンはトリニダード・ドバゴで8人目のメダリストである。2004年シーズン終了後に現役を引退した。 ありがとうございます。